コルです、今回は一人のスタートなんですけど、ヒデヤンにドッキリを仕掛けたいと思います。別れ話ドッキリをします。で、そのヒデヤンが今バイト行っとるねんけど、そのバイトの間に私がカメラを仕掛けて、で、そのなんでヒデヤンにドッキリ仕掛けるかというと、そのヒデヤンが最近かまってくれんくて、ま、罰ゲームじゃなくて、その、まあ、ちょっとお仕置きみたいな感じで、で、そのバイト行ってる間に、その私がカメラを仕掛けるから、それで、その間に、別れ話で、そのヒデヤンがどういう反応をするか見たいから、その、カメラを仕掛けていきたいと思います。あかん、めっちゃブスや。ただいま。はい。いや、今日さ、あの、うん、休憩中にさ、制服にコーヒーこぼしちゃって。うん。あの、コーヒーの匂いで、あの、焼肉屋でバイトしてんのに、後半ずっとカフェでバイトしてるみたいだった。お得じゃん。このヒデヤン最近さ、その、あんま構ってくれんやん、私に。あ、ごめんね、なんか構ってほしかった。いや、そうじゃなくて。ごめんね、かわいいね。あ、違う、そういうんじゃなくて、その、靴下とかも脱ぎっぱなしやん。あ、ごめんごめん。うん。うん。私が片付けるやん、いつもその。あ、じゃあ、それ気をつけて、俺片付けるね。で、あの、うん、違う、そうじゃなくて、あの、あと髪の毛とかも床に落ちてるし、髪の毛、それ掃除するのも私やん。あ、ごめんごめん、じゃあ掃除もちゃんと手伝うからね。もう別れよ。はい、どうも、ヒデヤンです。今回はこの前コルコルにされた別れ話ドッキリの仕返しドッキリをしたいと思います。いや、もう普通に腹立つんでね、もうやり返してやりましょう。もうやられたらやり返す、倍返しだ。いや、もういいやん。じゃあその女と付き合ったらええやん。いやいやいや、いや、それは違うじゃん。は？何？いや、もう無理やん。いやいや、でも この人とは付き合わないよ。いや、もう無理無理無理。もうコルコルと、いいコルコルとずっと一緒にいる。これドッキリだから。え？ほんまに？うん、これドッキリ。カメラどこ？